ではまずバイブラント BB モイスチャライザーを使って全体を自然な肌色に整えていきます、はい、すごい滑らかでなんかちょっと重いのかなってイメージあったんですけどすごい軽く塗れます。結構忙しい朝とかでもスキンケアの延長でもうささっと伸ばしてっていう風に使っていただけると本当に毎日でも手軽に取り入れられるところがポイントかなと思います。あんま塗ってる感がしなくて塗り上がりもすごい綺麗に仕上がってると思うので、では次にですね、はい、こちらのターゲティッドペンシルコンシーラーを使って気になる部分や色ムラをカバーしていきましょう。で特徴的なのがペンタイプの形になっているところで男性でもこう使いやすいようになっているっていうところとすごいこうサラッとしたベタつきのないコンシーラーっていうところも男性の肌で使いやすいポイントかなと思います。反対側を回して開けていただくと実はこちらにですねコーティングのジェルがついています。毛流れを整えながらしっかりと長時間キープしてくれるっていうアイテムになってます。リップクリームの見た目もシックなのでバッグやポケットに忍ばせてもかっこいいですよね。ではこれで日常に映えるメンズメイクが完成しました。資生堂メンのメイクを最後使った感想をお伺いしたいんですけれども、この4つを使うだけでも自分の顔の印象をすごい変えることができたし商品の見た目とかもすごいシンプルでチックなデザインのものが多くてすごい使いやすかったです。ありがとうございます、はい、森谷さん、じゃあ今日はありがとうございました。ありがとうございました。